三橋さん、私は武蔵浦和大本町大宮だったんですよ。通過だったんですけどね。与野本町に待って終わりだったんですけど、大宮だったんですけど、そうですね、埼京線も快速がしれっとですね、埼京線もですね、快速運転がサクッと、いや、しれっとですね、各駅停車になっちゃってね。結局ですね、埼京線もいつぞやだったかな、もう忘れましたけど、コロナ禍で結構自粛が続いてた時にしれっとですね、快速運転停車駅が増えちゃったんですよね。私は増えちゃったですけど、恩恵に預かっている方もいらっしゃるんで何とも言えませんが、武蔵浦和から大宮間各駅停車になっちゃったんですよね。結構私はきついけども、いやけれどもですよ、まあね、花粉もいっぱいで鼻は詰まる、くしゃみは出る、目はかゆいでいいことないですけれども、そんな感じですよ。で、この3月16日から京王線も快速で運転スパッと少なくなるじゃないですか。なんかね、まあ、そういうことでどうなんだろうな、千葉市に住んでる方とか、もうちょっと千葉よりも先に住んでる方、結構きつくなるよなって思いますけれども、どうだろう、埼京線みたいに快速運転なんだけど、例えば浦安、新浦安から先各駅とかになるのとどっちがいいんだろうなって思いますよね。快速運転はなくすよ、快速運転はなくすよって言われて、快速自体の設定がなくなるのか、快速運転はしますけど途中から各駅に変わるよ停車駅増やすよ、どっちの方がいいんでしょうね。どっちの方がいいんだろうな、結論は出ませんけれども、快速運転をなくすって言っちゃうとインパクトがやっぱ大きすぎるんだと思うんですよね。シレットの方が文句は出にくいかな。ただしですよ、ただし皆さんを怒りが、ね、利用者の怒りが出るのは間違いないと思います。埼玉の方はもうしれっとやられちゃってますからね。千葉市の方はなんか声をね上げてますけど、どっちがいいんだろうな。埼玉県民はしれっと JR さんやられちゃって、千葉市民はガンガン文句は言ってますけど、市長さんも文句言ってますもんね。どっちがいいかですよ。やっぱインパクトの問題はあるんだろうなって思います。はい、今日東北新幹線訓練かなんかで5分ぐらい遅れてますね。 3.11 だったんですよ今日。いや今日そうなんですよ、どう表現するか言われちゃいそうですよね。私なら千葉社方式かな、もうなくしますって言ってバン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 なんかいろいろ苦情をお叱り、苦情お叱りを受ける感じにするかな。私なら多分苦情お叱り受けるパティーンですよ、パティーン。皆さんならどう言いますか。君たちならどう表現するか、いや違う違う、君たちならどう言い表すか、君たちならどう言うかでしょうね。はい、お疲れ様でした。何度も言いますけど、私なら千葉社方式、お叱り苦情受けパティーンですね。どっちがいいか、どっちがスマートかは分かんないです。お好きな方法